はい。皆さんはおはようございます。こんにちは。こんばんは。仕事に行かれる方は行ってらっしゃい。仕事終わった方お疲れ様です。仕事がお休みの方はゆっくりしてください。というわけでね、ワールドシリーズも大谷くんが盗塁で左肩アダッキュということで、まあね、MRI を今日撮ってるみたいですが、第3戦から出れるといいですが、まあ無理せずね、2勝してるんで、 第5戦ぐらいから復帰でもいいとは僕は思ってますけれども、ただね、彼はね、え、打席に立ってるだけで相手にプレッシャーかかるんで、まあ、別に振らなくても、元気な振りして打席に立つだけでもかなり影響力があって、え、その後のベッツとかね、フリーマンとか、テオスカーヘルナンデスとかが打ちやすくなるかなとも思うので、ただ、まあ、重大な怪我じゃないことを、 祈りますというわけで、えー、VisionPro その後、現在ということなんですが、えー、先に結論を言うと未だ使っています。ただ、えー、Mac を使うときは使ってないです。えー、理由は、ウルトラワイドディスプレイ表示がまだ対応してないので、 えー、4K2 枚分の情報が出せません。現在 5K、えー、っと、5K、2K の40インチのウルトラワイドと、えー、MacBook、M3 Max、MacBook Pro16 インチと、えー、っと、LG のデュアラップモニター3枚で使ってて、ここのままの情報を、そのウルトラワイドと、あと、まあ、iPad のね、X とかね、いろんなもの、iPad アプリ、 要はビジョン o s アプリで代替できるものはそれで開いてで運用できれば全然使い出すんですけれどもまあ今日は欠点も話していくと思いますがえーとりあえずねもういつもね僕はこの3枚の画面にえっと12345と267枚のウィンドウを常時表示していて まあそれを常に、えっ、ー、と、メイン作業しているウィンドウ以外でも俯瞰してチェックしているので、まあ常に世界中の情報をリアルタイムに見てるし、まあいろんな情報をリアルタイムにチェックしてるんですが、まあそれが仕事なので、まあ株のトレーダーみたいな感じになってますけれども、まあ、やっぱビジョンプロした時に、まあ今と変わらずこの26枚のウィンドウの情報を同時に開けていて、 え常にチェックできるという環境が作れないと Mac で VisionPro というのがえ現状無理なのでその時は使ってないですが相変わらずエンタメマシンとしては最高だしまあ映画館行けない僕としては映画館に行く必要もないんですがこの映画館で。 えー、最大の欠点が出てきます。これはもう VR ゴーグル全部に言える欠点ですけれども、まあ映画館行ってね、2時間ぐらいの映画見てたら途中で飲み物飲んだりね、ポップコーン食べたりってあると思いますが、まあビジョンプロしていると、これ最大の欠点ですが、えー、飲み物がとても飲むの大変です。下、え、手、ー、えっとね、コップだとね、 もうビジョンプロにガコンガコン当たって飲むのに相当苦労するんですが、もうストローを使うしかないんですよ。飲みたい時にすぐ飲むためには。なので、<laughs> ストローが必要ということで、えー、これがね、例えばビール飲み,飲みながらとか、えっと、熱いね、コーヒー飲みながら、紅茶飲みながらってなると、ストローだときついので、まあ、これはちょっとかなりの欠点かなと。 あと、物は食べられるんですけど、まあ結構食べてね、咀嚼するとえ、ゴーグルが動いてっていう感じになるので、ちょっと飲食がつけてる間、しにくい、できなかったりっていうのがあるので、これがちょっと最大の欠点かなと思っています。 あとはね、もう解像度視野角とか、内視野角、外視野角とかいろいろありますけど、別に問題なく、まあ使えてるので、まあほんと映画とか動画見るのには最高だし、まあ Apple TV プラスとかディズニープラスまあ 3D 映画もね、映画館に行けずに楽しめてしまって、まあほんとッ a マックスとか動きが激しいやつを 3D 映画で見ると酔います。っていうか酔いました。 っていう感じで本当、まあ、迫力ある大画面を自分の部屋に開いて、えー、楽しめてしまうので本当、まあ、ホームシアターが全くいらなくなったしあとやっぱりスピーカーの品質クオリティがもうね何度も言ってますがとても高くて空間オーディオ含めてちゃんと鳴らしてくれるので。 まあね、ホームシアターのサブウーファー付きのあの重低音は出ないですけれども、まあ全然十分に楽しめるというところで、まあ VisionPro は相変わらず映画見るとき、動画見るとき、まああとね、なんだろうな、うん、まあちょろっと、VisionOS で、えー、使えるアプリをで作業ができるときはもうそれしてますし、 あとね、イマーシブビデオがまだね、全然出てきてないんで、デモ動画しか見れないですけれども、イマーシブ動画は、まあ本当にこれからね、今後、世界を変えていく映像だと思います。えー、よくね、あのー、3D 動画とイマーシブ動画の違いを聞かれるんですしあの、一緒にしちゃってる人いるんですが、イマーシブ動画というのは、 要は 3D 動画は立体的に出てきますけれども映像が、えー。イマーシブの方は自分が映像の中に入れます。入っている感覚になれます。なのであのデモイマーシブ映像で、えっ、ー、と、崖をね、ロープ一本で渡ってるのとかあるんですが、もうそこに自分がいる感じで、 下見たらもう断崖絶壁だしもう本当に高所恐怖症の人は無理っていう感じで、まあ、映像の中に入れるしまあ例えば動物が突っ走ってくる映像だったらその動物が突っ走ってくるところに自分がいるので、えー、本当に動物が突っ走って自分のところに来たら避けちゃいますそれぐらいリアルなのでまあ今後どうなるか まあ一番ね、使われるべきところは、えー、まあ、うちもね、あんま関係ないんで言いますけど、エロ分野ですよね。大人の動画とかで、まあ、いたしているその場に自分が入れたらもうすごいので、まあ、それをアップルが許すかどうかは知りませんが、まあ、現状許されてないので、それは後で言いますけれども、あとは、えー、ドライブ映像とか、アイドル推しをしている人たち、 の場合本当に前も言ってますが自分が推しているアイドルの、えー、例えば部屋の映像だったら部屋に自分が入れてしまったりライブ映像だったり歌を歌ってる映像だったらそのステージの上に立つこともできるし観客席から見ることもできるしと、まあ、いろんな使い方例えばアイドルが目の前で歌っているということもできるしまあこれがライブ 映像だとアーティストのステージ上から好きなアーティストなりバンドのライブを見れたりまあベーシストが好きならベーシストのまんまへ行ってみたりとかギタリストのまんまへ行ってみたりとかボーカリストのまんまへ行ってみたりとかができてしまうのでまあ本当イマーシブ動画の可能性というのはすごいなと思っておりますで現状、まあ、僕が ちょっとアップルさん、精錬潔白すぎて心配だなというのは、未だに、まあ、日本だと、えー、ファンザに対応してません。メタクエストとか、ピコ4とか、えっ、ー、と、PSVR2 とかは対応してます。えー、なので、需要があります、えー。やっぱり男性はね、っていうか、あのー、こういう機械、 っていうか、製品ガジェットっていうのは、まあ、ビデオデッキもそうでしたけれども、エロ分野、アダルト分野がついてこないとなくなるという法則があるので、アップルがこのまま清廉潔白で、えー、まあ、ファンザのプレイヤーとか、あと、まあ、iPad というか、ビジョン o o s で使えるサファリで、ファンザ開くと映像出ません。なので、この辺を解禁しないと、ちょっと、 例えばねあのグーグルの連合グーグルサムスン、えー、クワルコム連合が出すと言われている、まあ、今年中に出すと言われている、えー、ゴーグルが、えー、ファンザとか見れてしまうと一気にそっちに流れると思います、えー、なのでその辺はアップルさんもちゃんと考えた方がいい、まあ、米国の事情とはありますけれども、まあ、ローカライズでどうにでもなるので まあ日本とかそういう場所では解禁しないと、まあこれ以上廉価版が出ても売っていくのは難しいんじゃないかなと。ゲームにも向いてないし、まあ Mac の画面を僕らみたい、まあね、1画面で作業している人たちは今でも全然使えると思いますけれども、まあ僕みたいに3枚とかのマルチ画面で20何個もウィンドウを常に開いている人は現状の Vision Pro では作業ができないので、 まあそれも含めてあとアダルト分野への進出も含めて、まあ、アップルは真剣に考えないと、えー、まあ敵対するメーカーなり企業グループのゴーグルが、えー、アダルト分野に対応しちゃっているとアップルだけ見れないからいいやと言って選択肢から外れる場合が多いので、まあ、そこは本当にちゃんと考えた方がいいと思っています。 で、あと、ハックなんですけれども、まあ、顔にね、当たって痛くなるっていう方は、えっ、ー、と、まあ、頭の頭頂部、シュピゲンからも出て、僕、シュピゲンの使ってますけれども、まあ、マスカズから紹介された、あの、3D プリンターで作ってる方のはやめて、シュピゲンの使ってますが、えー、あ頭頂部と後ろで幅広く支える、えー、2点の、 アップル純正のバンドにつけて3点支えでやってますが顔がね当たって痛いという場合はあの正和が紹介している 3D プリンターで、えー、とビジョンプロの各アイテムを作ってくれてる方がいるので、えー、そのね鼻に当てて鼻全体で支える <laughs> ものも出していて安いので、まあ、それをつけると えー、顔から浮いて、えー、と顔とビジョンプロの間に隙間ができて顔への圧迫感とかもなくなるのでまあね結構それ使うと結構ねメタクエストとかメタクエストプロメタクエスト3メタクエストプロで、えー、やっぱ顔につくのが嫌だって言って、えー、と顔に当たる部分を外しちゃって使ってる方も多いですしまあビジョンプロでもそこ外しちゃって使ってる人も結構僕の周りにはいます。 そうとても快適ですただねまあ没入感ってなるとあのつけないと、えー、周りから光とかね風景とかがね遮断されないのでまあ映画を見るときとかケースバイケースでマグネットですぐね付け外しができるんでまあ映画を見るときはつけて没入するとか、えー、普段の Mac で作業するときとかはあの顔に当たる部分を外して えそれで顔から離して使うとかだんだん皆さんね使い方を工夫するようになってきてまたそれができるまあ光を遮断するのをつけっぱなしでも鼻にそれつけて鼻で支えるえアダプターみたいのを出してくれてる人たちもいるのでそれを買ってつけるとまあ頬骨が痛くなったり額が痛くなったりっていうこともなくなるのでまあいろいろ探してみてください。 というわけでね、まあ、現状ね、未だにビジョンプロは使っていますが、もうとっとと、えっ、ー、と、マルチ画面なり、4K2 枚分のウルトラワイド表示、ちょっと対応してくれないと、えー、Mac での作業でビジョンプロを使えないので、えー、ね、60万も出して買ってるので、宝の持ち腐れになってしまうので、まあね、ホーム、ね、シアターを、 本格的に作ると、特にね、100インチ以上の画面でってやると、まあ、数百万円かかってしまうんで、まあ、ホームシアターをね、自宅に作ったって考えれば、60万円っていうのは本当安いので、まあ、それはそれでいいんですけれども、ただ、Mac ともつなげるので、まあ、Mac のね、えー、普段やってる作業が、Vision Pro だけでできるようになったら、本当にもディスプレイがいらなくなるので、 えー、最高なことになるし出先でも、えー、M3MacBookM3 Max MacBook Pro16 インチだけ持ってあと Vision Pro だけ持って出れば、えー、どこでも自宅と変わらない環境で作業ができてしまうというのは本当に未来だなと思うので何して、ね、ディスプレイを持ち歩く必要がないので、まあ、本当にそれはいいと思うので、まあ、今後の OS のバージョンアップとか、まあ、いろんなね えっとサードパーティー有志の人たちからのえっ、ー、ともっと快適にビジョンプロを使えるアダプターとかキットみたいのが今もどんどん出てきてますけれどもまあそれが増えればでその間にも廉価版がねまあ今晩今晩からですかね夜中かいつか何時か分かんないですけど米国の朝っつってたんでえーまあアップルがまた新製品を発表していくよと言っているので まあそこにね、ビジョンプロの廉価版があるかどうかはわからないですが、まあちょっとね、それを考えても、先ほど言った欠点、飲食がしづらいとか、えー、ね、Mac でまだ十分に作業がある、Mac の1画面が、これ今 5K ですね。5K の解像度がマックスなので、まあそれで十分な人はもう十分今でも Mac で作業できますが、僕みたいにマルチ画面でやってる人間は、 え、合計1枚じゃ足りないので、まあ、そこをなんとかしてほしいというのと、ま、あとは、まあ、今まで言ってきた通りの欠点が、顔が痛くなるとか、あの、あ、なんだろう、ほっぺたの、頬骨のとこですね、とか、額とか、痛くなる人は、まあ、解決策がもう今ありますよということで、ま、あとはね、ちょっとメタがね、えっ、ー、と、 グラス要はメガネタイプでビジョンプロと全く同じことができるものを発表してしまったのでまあ多分アップルはアップルグラスの開発を急ピッチで進めてると思いますけれどメタに負けるわけにはいかないと思うのでまあなので結構開発のスピードは早まってるんじゃないかなと思っていますがまあ現状もビジョンプロはずっと使い続けていてまあ今のところ、えー このまま使い続けていこうという感じですのでまあビジョンプロの現在ビジョンプロのその後というのを語ってみましたというわけでもまた今度。